여러분안녕하세요皆さんは音読練習をなさっていますか？これまでも何度もしているので、ああまたかと思う方もいらっしゃるかもしれませんが、先週のトピックの後でお聞きしたお話をしたいなと思います。トピックの読解問題、最後まで解くのは大変ですよね。試験本番の時は途中で答えが分かった場合はその先をもう読まないようにして、時間を有効に使うというアドバイスをしたんですが、普段からしっかり音読練習をなさっていますので、最後まで全部問題を解けたということだったんですね。私自身もなかなか最後まで読み切ることができない、最後まで解けないということが多かったんですね。それで最後まで読むための秘訣の一つとしてアドバイスをしました。もう一つは、たくさん普段から音読練習をしておくと、発音変化なども気にせずにスラスラ読み通すことができるんですね。そういうふうに早く読む練習というのもとても大事になってきます。これは聞き取り問題でも大変役に立つんですね。聞き取り問題は次の問題へ移るまでの短い間に選択肢を4つ確認しないといけないですね。選択肢の中にはとても長いものもあります。ですので早く正確に読むという力が実は聞き取りにも大事になってきます。試験が終わった後でこのようなお話をしてもと思われるかもしれませんが、次は春に試験がありますね。次に向けて今から音読練習をしっかりやるようにしてみてください。どのように音読練習していいかわからない場合、どうしてもうまく音読できない場合、こういう方はぜひ音読ジム、発音クリニックなどを活用してみてくださいね。そして年末恒例のスピーチ大会もあります。もう出場者は締め切ってしまいましたが、このような大会に出ることで音読練習たくさんします。こういうような練習も大きな力になりますので、出場の方がどのように練習してきたかが分かるスピーチ大会、ぜひ観覧に来てみてくださいね。それでは動画で見れまが一緒に見ていきましょう。それでは今日の表現です。今日も私の中身を表す表現を見ていきましょう。私は温泉に一泊旅行で行ってきました。こちらの一泊旅行、さてどのように言うでしょうか？저는온천에일반여행을갔다왔습니다。このように一泊は일泊ですね。そして여행がつくと入挿入が起きます。일반여행というふうに発音すると自然に読めますね。そして旅行に行くは、여행을가다というふうに助詞がうるになりますので、注意しましょう。では次です。私は2泊3日で北海道旅行に行くことにしました。こちらは、저는2泊3일로北海道여행을가기로했습니다。というふうになります。2泊3日、こちらは2泊3日というふうに、漢字をそのまま使いますので、このような言い方も覚えておいてくださいね。それでは今日の単語です。今日は流行、流行りです。こちらは漢字語で、流行というふうに言います。例文ではこちらに使われています。この頃は原色系が流行だ。こちらは、요즘은원색계열이유행이다というふうになります。彼は何しろ流行に敏感ですからね。こちらは、그는워낙유행에민감해서요というふうになります。敏感は敏感というふうに言いますね。インフルエンザが流行りだそうだから健康に注意してください。こちらのインフルエンザは特感ですね。このようになります。とっかみ유행이라니건강조심하세요というふうになりますね。流行りだそうだからは、
ユヘンイラニというふうになります。今日の問題は文法問題ですね。다음괄호친부분이맞는것을고르십시오ですので、括弧の部分が正しいものを選ぶという問題になっています。1番、제가늦더라도기다리지말고그냥가세요。このトラドは、何々するとしても、何々だとしてもという仮定や情報を表します。ですので、私が遅れたとしても、待たずにそのまま行ってくださいという意味になりますね。2番、저는무서운영화말고는슬픈영화도싫어。말고는、こちらは以外はという意味になります。ですので、私は怖い映画以外は悲しい映画も嫌だという意味ですね。ですが、こちらの말고는の後ろには以外はですので、全部好きだなどといったような前とは逆の意味のことが来ないとおかしいですね。3番、책을통해서여러나라의문화를맛볼수있어요。こちらはうるとんへそ、これは何々を通じて、何々を通して、何々を通ってという意味になります。ですので、本を通していろいろな国の文化を味わうことができますという意味になります。4番、제가어제찬물로샤워를하더니감기에걸렸어요。こちらはとにという文法ですね。何々だったから、したからというような理由や原因を表す表現になります。ところが、このとにですが、以前に経験した事実や状況が後ろのフレーズの結果を生む原因や理由となることを表していますので、こちらの主語には話し手が見て感じられるものがなります。ですので、私というような一人称は入らずに、他人や事柄が主語となります。4番は、チェガというふうに主語が自分になっていますのでおかしいですね。私が昨日冷たい水でシャワーをしたので、風邪をひきましたというような意味になりますが、ハドニーではおかしいです。ただ、トニーの前が過去形の場合、アットニー、オットニーという場合には、行動終わった後に知った事実やその結果を表しますので、こちらの場合は主語が常に話して一人称になりますね。ですので、2番と4番はこれで違うということが分かりました。では1番、3番、どちらが正解でしょうか。これは3番が正解でした。一見1番は合っているように見えますが、実は1番は느주면というふうにすると自然になります。제가느주면기다리지말고그냥가세요というふうにすると、先ほど言った私が遅れたらというような意味になりますね。トラドの場合は、제가늦더라도가지말고기다려주세요などとすると、늦더라도でも自然な意味になります。それでは2番は、マルゴドとすると自然になりますね。저는무서운영화말고도슬픈영화도싫어。そして4番は、先ほど言ったように過去形にして、제가어제찬물로샤워를했더니감기에걸렸어요。このようにすると自然になります。正しく直した文章も考えてみるとより勉強になりますね。では、ハングル検定準2級の問題です。다음괄호에맞는것을고르십시오。ですので、括弧にふさわしいものを選ぶという問題ですね。앞으로분간하기뭐뭐어려울만큼안개가짙게끼었다。こちらの意味はこのようになりますね。前を見分けること、何々難しいほど霧が深くかかっていた。ですので、こちらには見分けることすらなどといった意味のものが入るといいですね。また、アンゲガキだ、クルミッキだというふうに霧
霧や雲が空に出るときにはギダを使いますので、このような表現も覚えておきましょう。ではスラという意味の選択肢見つかりましたか？1番ロソ、2番マンチ、3番ジョッチャ、4番チゴソヌン。それぞれの意味は、1番は何々としても、선생님로서는、先生としては、などのように使いますね。マンチはマン君とほぼ同じ意味になります。何々するほどという意味ですね。そして3番がさえも、何々も何々までもという意味ですので、こちらが実は正解になります。4番は何々のうちの一つとして、何々でという意味ですね。ではジョッチャ、これを入れて読んでみましょう。アップルプンガナギジョッチャオレオウルマンクン、アンゲガチッケッキヨッタ。今日の動画はいかがでしたか？少し難しい問題もありましたが、まずは正解の選択肢をしっかり覚えるようにしてみてくださいね。このような語彙文法問題もしっかり音読して覚えるようにしてくださいね。 그럼 오늘은 이상입니다. 안녕히 계세요.